おはようございます。フォレックス TV ニューヨークのレミです。4月28日月曜日の朝の為替レポートをお伝えします。28日のアメリカ株式市場は高動きで始まっています。午前10時20分現在、ダウ平均は1ドル79セント高の12,893.65ドル、ナスダック総合株価指数は 2.21 ポイント高の 2,425.14 で推移しています。今週の株式市場は方向感が定まらない展開が続きそうです。インフレに警戒感が高まり、原油高、食料品高など株式相場の攪乱原因になる懸念もあります。今週のアメリカ経済指標、1月から3月期の米国内装生産 GDP 雇用統計が予定されています。ニューヨーク外国為替市場で円相場は前週末比5銭円安ドル高の104円45銭から55銭で取引を始めました。またユーロがタイドル、タイ円で下落しています。ポンドの売りがユーロドル、ユーロ円の売り先行につながっています。現在ユーロ円は7銭円高、ユーロ安の163円8銭から11銭で取引されています。これまでドルとともに下落してきたポンドに対してもユーロは上昇し最高値を更新しましたが、先週から調整の動きが強まっています。以上、フォレックス TV ニューヨークのレミがお伝えしました。最新の為替情報についてはフォレックス TV ジャパンをご覧ください。